ね、一つ実験したいことあって、これあのこの間イルーシーで、ね、300円ショップで買ったボトル、こんなねちょっとこうキャンプを明らかに意識してるぞみたいなね、 650cc 入る税込み330円のボトルです。でこれね、まあ本体は AS 樹脂なんですけど、80度、耐熱80度、ちょっと見えにくいけどね、80度なんです。一般的にダイソーとかセリアのこういうボトルってだいたい50度か60度で、まあ私が知る限り、ナルゲンボトルは100度で、モンベルかな、モンベルが確か90度っていう風なのがまあ表示されてるんですね。うん、だいたいね、そういうちょっとあのブランドというかね、いいものだと80度、90度、100度が多いと思うんですけど、これはね330円なんだけど80度なんですよ。ということで80度までは OK ということなんです。でちなみにじゃあ100度はダメなのか、非常に興味があるということで、今沸いてる100度の湯を入れてみようかなと思います。沸いた沸いた、よし、はい、今ねバリバリ沸騰してますので、よいしょ、これも思いっきり今100度なんですよ。でこの100度のやつ入れてみます。ちょっと怖いので3分の1ぐらいかな、パカーンと割れたりしてね。はい、だいたい3分の1入りましたので、ちょっと蓋を軽く閉めましょう。こんな感じね。はい、熱いですよ、もう今沸騰、思いっきり沸騰したところなんでね、ちょっとしばらく入れておいて、あとでねちょっとこう水がね、なんかこう変わったかどうか、まさかね溶けるとかねありうるんで、まあ80度をね耐熱を超えてるんで、ちょっとそこ後でね調べようと思います。このまま放置します。よし、紅茶を入れましょう。紅茶を2パックほど入れましょう。ちなみに今日はねボトルを3つ持ってるんですけど、これね、セリアのやつかな、これね、メモに書いてるんですけど 500ml です。500、それからこれも同じくセリアかな、これがいくつだっけ、530でいいのかな、これは。530ml だ、合ってます、530、500、530、そして、これね今紅茶作ってますけど650ということでね、まあ、蓋もね大きくて持ちやすいし、これ100度全然いけますね多分。まあ自己責任ですけどね、本来の仕様ではないのでいけると思います。とてもいいです、おすすめです。イルーシーのボトル。